2016年は、まあ、本当に昨年以上に忙しくなるかな。そうですね、オリンピックイヤーですからね、うん、難しいところではあります、まあ、昨年も年末ギリギリぐらいまで合宿もあったりして。そうですね、うん、忙しい、まあ、本当に後半からやっぱり忙しくなってくるんで、うん、まあ、しょうがないかなっていう部分はありますよ、ね、で、また立川記念でここ指導して、またワールドカップの参戦もあって、うん、まあ、本当に今年はとにかく勝負する、まあ、その競技の方に勝負する年だと思ってますので、うん、はい、いかにこう結果を残していくかが本当に求められる。そうですね、まあ、どっちの結果も求められる年かと思っていますので、うん、はい、それに向けて昨年までの過ごし方というのはある程度いい形でこうですか。ちょっと落車なんかも、まあ、落車には結構まあ泣きましたけど、まあ、その他についてはまあ普通に充実したまあ1年だったかなと思いますけど、今の形なら本当に今年いい勝負。そうですね、今年はなんとか、はい、勝負したいなと思ってます、うん、本当にオリンピックであり G1 の優勝でありというのが夢であり目標であると思います。まあ、そうですね、まあ、できたらどっちも取りたいですけどね、今年、はい、G1 も取ってメダルも取りたいみたいな、そういうのはありますけど、ね、確かに一つオリンピックに出るというのが大きなところなんで。そうですね、はい、まあ、頑張りたいと思います。体調しっかり、はい、頑張ります。立川記念は去年も走って素晴らしかったんで、まあ、去年走って決勝にも上がれてるので、はい、相性は悪くないなと思ってます。大いに盛り上げて1年間、はい、追っかけていきますので、はい、頑張ります。頑張ってください。はい、ありがとうございます。